皆さんこんにちは、緊張しすぐるの社員東海人です。今回ご紹介するのはこちら、バイスクールのドラゴンボール Z で、こちらをご紹介したいと思います。いや、ついにね、あのジャンプ作品からドラゴンボールがついにバイスクールとコラボしました。いや、これファンにとっちゃめちゃくちゃたまらないよね。しかもね、この箱めちゃめちゃかっこいいよね。この悟空ですかね、がカメハメハーってやってるところがめちゃめちゃかっこいいです。で、まぁ、今回こちらをご紹介したいと思うんですけれども、まずその前にこのドラゴンボールについて少し話をさせてください。で、まぁ、ドラゴンボールっていうとね、もちろん漫画もありますし、あとアニメも放送されていて、あと映画もいくつか上映されているんですけれども、まぁ、その原作者でもあります鳥山明先生いらっしゃいますよね。と、まあ、僕たち家族の関係性について少し話をさせてください。で、まあ、実はですね、まあ、この関係性なんですけれども、まあ、これ親から聞いた話なんですけれども、実は、まあ、親戚、あるいは、はとこっていうふうに聞きました。ね、皆さんこれ聞いてどう思います？まあ、多分ね、信じてない方多いと思います。で、ちょっとね、写真をご用意したので、そちらをご覧ください。こちらです。まあ、本当に、ここにね、載ってある通りなんですけれども、まあ、こっちかな、こっちかな、ちょっとわかりませんけど、まあ、真ん中にドーンってどでかく、絵が描いてありますよね。多分、これね、ミックスさせたやつかな。多分ね、下の方にあるんですけれども、まあ、ドクターストランプ、アラレちゃんと、まあ、ドラゴンボールと、まあ、それをミックスさせた感じの絵かな。ちょっとわかりませんけど。で、こっち側に、多分先生の名前が入っています。サインのね。いや、これめちゃくちゃいいよね。で、まあ、これね、まあ、兄の部屋にあったんですけれども、ちょっといない時に撮ったんですけれども、これ見てどう思います？皆さん。めちゃくちゃいいよね。貴重だよね。だからね、そう、会いたいんですよね、鳥山明先生ね。まあ、でもすごくね、貴重なサインだと思うので、すごくいいですよね。はい。で、まあ、早速ね、ちょっと本題に入りたいと思います。で、まずね、箱の紹介からさせてください。まあ、まずね、上の方には大きくバイスクルと書いてあります。で、まあ、色合い的にはね、ちょっとゴールド仕様になっています。で、真ん中にはね、大きく、悟空かなが書いてあります。カメハメハーってやってますね。で、その下、ドラゴンボール Z で書いてあります。で、その下、プレインカードと書いてあります。で、横はおなじみのね、こんな感じです。で、こっちは、エアクッションフィニッシュ、メイドイン USA と書いてあります。で、下はこんな感じ。KY 製です。で、裏はこんな感じ。これ、裏がね、めちゃめちゃかっこよくない？まあ、ここにちょっとわかるかな？竜がいるんですけれども、これはシェンロンだよね、多分。まあ、ドラゴンボールを確か、7つ集めると、まあ、願いが叶うよってやつですね。シェンロン出てきて。ってやつですね。最近ちょっと疎いんでわからないんですけれども。で、この、わかるかな？ここにね、ちゃんと、弾があります。ドラゴンボールのね、1から7まであります。で、この文字もね、めちゃめちゃかっこいいんだよね、ここ。これ。そして、ここ。かっこいいよね。で、あとはですね、まあ、多分これ、著作権の、あれが書いてありますね、多分。で、あとは、まあ、注意書きなどが書いてあります。はい。で、あとね、これシール、わかるかな、これ。封印の封って書いてありますね。これかっこいいね。はい。って感じですね。はい。で、箱の紹介は以上になります。それでは早速ね、開封していきましょう。いや、初のね、ドラゴンボール Z デックなので、すごく開けるのが楽しみです。はい。いや、ついにね、ドラゴンボール Z をね、開封します。
なんか開ける瞬間がワクワクしますよね。それでは開封します。まずね、ジョーカーなんですけれども、これキャラクターなんだっけな、ちょっとわかりません。なんかでもなんか見たことあります。はい。でそしてジョーカーがもう一枚入ってますね。これはミスターサタンかなです。はい、めちゃめちゃいいね。でスペードのエースはこんな感じ。まあ普通のスペードに真ん中に大きくドラゴンボールでね、玉があります。こんな感じで、他は普通通りなんですけれども、ただね、下の方ちょっと分かりづらいと思うんですけれども、多分こうやって記載がありますね。記載っていうか著作権のあれかなが書いてあります。まあこれはしょうがないですね。で、スペードの3こんな感じ。結構ね、なんて言ったら、1枚1枚結構違うデザインになってますね。これ魔人ブーの魔かな、ちょっとわからないんだけど、こんな感じ。まあ、シンプルなやつもあれば、こうやってちょっとね、おしゃれなデザインになってるやつもあります。で、スペードの6こんな感じ。ちょっとで、ね、いいね、これ。ブラックなドラゴンボール。で、スペードの8こんな感じ。で、あ、この絵札めちゃめちゃ良くない？スペードのジャックはこんな感じで、悟空と、トランクスかな？あれ？どっちだっけ？ちょっとわからないな。ちょっとね、キャラクターの、デザインになってます。全体的に。これはファインにとっちゃたまらないよね。で、あとは、スペードのクイーンもこんな感じになってますね。ちょっとね、白黒なんでちょっとわかりづらいんですけれども、スペードのキングはこんな感じ。これ、キャラクターは、なんだろうな、ちょっとわかりません。すいません。で、ダイヤのエースはこんな感じ。これもなかなかいいよね。めちゃめちゃいいね。しかも。まあ、多分、海外の人には、めちゃめちゃいいかもしれない。プレゼントであげるとね。これ、なんだろう、天津飯の天かな。で、ダイヤの、絵札ですね。めちゃめちゃいいね、これ。めちゃめちゃいい、これも。あ、これが多分、こっちが多分魔人ブーですね。多分。合ってるかな。で、これがね、ちょっとわかりません。お、来た。クラブのキングなんですけれども、なんだっけ。まあ、有名な芸人さんも、たまにモノマネしてます。お、クラブのクイーンはこんな感じ。ベジータですね。かっこいいね。で、クラブのジャックは、こんな感じ。エフダはね、結構キャラクター、デザインになっていて、いいね。こんな感じ。お、これはクリリンだな。クラブの6。これはちょっとね、面白いね。この6。なんか、いいね、これ。顔が。いや、これは面白いぞ、これは。亀仙人の亀かな？あれ？もう最近ね、ちょっとわからないんだよね。ハートのキング、こんな感じ。これが、これが多分、人造人間17号かな、多分。ちょっと間違ってたらごめんなさい。
コメント欄でコメントしてください。いやいいね、このドラゴンボール Z デック。でそしてジョーカーがもう2枚ついてきます。1枚はこんな感じ。亀仙人かな、うん、多分そうです。で4枚目はこんな感じ。はい、キャラクターはあれ見たことあるけどちょっとわからない、ごめんなさい。はい、ということでね、ジョーカーは4枚ついてきます。こんな感じでね、めちゃめちゃ豪華だよね。こんな感じです。ちょっと豪華です。はい、表のデザインは以上です。続いて裏を見ていきましょう。はい、こんな感じです。うわ、すごいいい。ちょっとね、箱と比較してみよっか。こんな感じなんですけれども。まず、縁。ボーダーがめちゃめちゃ細いんだよね。これがめちゃめちゃいい。で、あとね、このシェンロンがめちゃめちゃかっこいいね。こんな感じで、まあドラゴンボールの弾もね、ちゃんと1から7まであります。いや、かっこいいねこれ。じゃあちょっとね、広げてみよっか。多分広げたらね、めちゃめちゃかっこいいと思うんだよね。まずちょっとね、表から広げてみましょうか。広げるとこんな感じ。うわ、すごいねこれ。揃ってるから、ちゃんとね、インデックスもはっきりと見える。うん。で、まあ問題は裏だよね。裏で広げると、こんな感じ。うわ、すごい。皆さんわかります?このさ、このドラゴンボールの、2のね、弾の部分が、こう、繋がってるように見えますよね。はい。いや、これはいいわ。じゃあちょっとね、混ぜてみましょうか。あ、いい感じだわ。普通の、バイスクルとかと全然変わりないです。うん、やりやすい。で、テーブルリフルもね、あ、やりやすい。ちゃんとしっかりと、入ってくれます。差し込みやすいですね。こんな感じで。めちゃめちゃいい。で、あとは、ファンしてみましょう。こんな感じ。まあ、やりやすいですね。で、ドリブルもやりやすい。まあ、安定の、バイスクルですね。で、まあ、この他にもね、すでに、バイスクルの、ナルトの、デックがあるんですけれども、まあ、それは次回紹介します。はい。で、今回ね、僕、これ、Amazon で買ったんですけれども、確か、1296円ぐらいかな。で、手に入れました。1個ね。まあ、送料合わせると、まあ、2000円ちょっとなんですけれども、結構ね、普通のバイスクルとかと変わらないので、もし興味のある人はぜひ買ってみてください。マジックショップの、サイトでもあると思うので、ぜひ、興味のある人は買ってみてください。はい、ということで今回はバイスクルの、ドラゴンボール Z デックっていうトランプをご紹介したんですけれども、もうめちゃめちゃかっこいいデックでしたね。で、まあ、これ先ほども言ったんですけれども、Amazon の方で、1個1296円ぐらいでゲットしたんですけれども、多分ね、マジックショップのサイト行くと、もっと安く買えると思いますので、ぜひね、興味のある人は買ってみてください。で、確かね、プレイフェアさんの、マジックショップのサイトがあるんですけれども、そちらで買うと、1個1200円ぐらいでゲットできるので、もしね、興味のある人は、そちらから買ってみてください。あとはですね、
サンコードっていう、まあ、サイトがあるんですけれども、そちらでも多分買えると思いますので、ぜひね、興味のある人は買ってみてください。また次回ね、バイスクルのナルト疾風伝のトランプもご紹介したいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで、この動画、もしよければ、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またその他、Twitter、Instagram、LINE ブログ、TikTok もやっておりますので、説明欄よりフォローお待ちしてます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。